じゃあタイガーさんの炊飯器の商品の説明を行いますので、よく、学習して予習してください。はい、はい、OK です。それではご説明をさせていただきます。炊飯ジャー、大きく分けたら2種類に分かれまして、IH タイプの炊飯ジャーとマイコンタイプの炊飯ジャーに分かれます。IH とマイコンの大きな違いなんですけれども、まずマイコンの方ですと、上蓋のところと、釜底のところをヒーターで温めるという形の加熱方式になります。続きまして IH ですけれども、 IH というのは釜全体を発熱するタイプの、加熱方式になります。お願いします。はい、IH の特徴がマイコンに比べてお釜全体に熱が伝わる形になるので、より早く高温でご飯が炊く。そうですね、下からと横からと上から、から横から上から、上からですね、が IH ですね。これが熱くなる。はい、そこで美味しさの違いがやっぱり出てくるっていうことですね。はい、温度の違いだとか美味しさの違いが出てくるっていうことですね。熱が均一に伝わってくるので、IH の方が全体で発熱すると、なのでよりそのふっくら仕上がるのが IH だと思っていただいたらいいです。はい、はい、そしたら、IH の最上位の機種 JK 定数ご説明させていただきます。まずこちら、内釜なんですけれども、5層の内釜になっておりまして、ステンレス銅アルミ銅アルミという形の多層鋼になっています。多層鋼になりますと熱の効率が良くなりますから、通常の内釜よりもお米に熱が伝わりやすいという構造になります。5層になっている内釜でして、5層でさらにそこから土鍋のコーティング、土鍋のセラミックっていうのが入っておりまして、炊飯中に130度までの高温に上がるようになっています。はい、はいはい、この内鍋の便利なところはここに蓋がついてまして、優しく取れるところと、やはり先ほど5層いったかなり厚く内鍋ができています。さらにお手入れが非常に優しくなってまして、通常なかなかお手入れしにくいここが取れるので、上のところをこうやって取っていただいて、ここを取るとですね、これを洗っていただいて、ここだけはちょっと取れませんが、はいはい、ここを洗っていただくことによってかなりきれいな状態に保つことができると思います。はい、ここつけて分かりやすいところでですね、まあ、ちょっと言っておきますか。こんな風に分解できます。オレンジパネル、液晶のところは今回タイガー私たちはオレンジパネル、オレンジ色のパネルを採用させていただきまして、まあ、以前より見やすい形になっていると思います。はい、はい、よろしいですか。この JKTS は、マルチファンクションで、まずここからですね、まあ、ここは通常の白米です。でここがウルトラといいまして、まあ、日本語でいう極旨なんですけど、まあ、炊飯時間は多少長くなるんですが、まあ、給水過程、水を吸う時間を多くしてご飯を、まあ、炊飯時間は多少10分ぐらい長くなるんですけど、もっと美味しいご飯が炊けるというコースです。はい、逆にこっちのクイックはですね、ちょっと時間を短縮してまして、はい、いわゆる給水時間を短くしてまして、30分から35分ぐらいで早く炊ける人なんで、はい、まあ、忙しい人とかには大きいです。はい、でここあとここですね、ジャスミンライスコースといいまして、まあ、潮流米、まあ調理米をメインとして食べられている方はこのジャスミンライスコースを設定していただければ美味しく炊けると思います。あと、まあ、皆さんに人気の、まあ、玄米ブラウンコースですね、ブラウンライスコースもあります。ミックスライスは、まあ、いろんなご飯が混ぜご飯みたいな形の、ところは対応できます。あとこれお粥ですね、ポーリッジ、はい、でこちらの下のところが、まあ、ご飯以外のところなんですけど、まあ、スロークック、はい、まあ、よくアメリカであるスロークック機能もあって、オートミール機能もちっちゃいここにつけてます。はい、あとここにあのブレッドですね、はい、あのパンを、まあ、パンっていうのはそのままこねた後に入れとかなきゃいけないんですけど、ここで発酵してここで焼くという、まあ、2つの機能をつけてますんで、パンを作るにも適している形になってます。はい、はい、この炊飯器の一つの特徴として、ここにシンクロクッキングコースっていうのがありまして、ここに上にこのプレートがついてまして、下にご飯を入れていただいて、上におかずですね、まあ、生の肉とか野菜とか入れていただいて、ここのシンクロコースを押してもらうと、同時に料理ができます。まあ、米の時間とほぼ同じぐらい 4,50 分で下もご飯ができて上もおかずができるというか、例えば煮物とかですか。煮物とか大丈夫ですね。でこの時のご飯のこれ5合炊きじゃないですか、はいはい、5合 OK なんですか。これは2合までなんです。2合ね、はい、OK、5合炊きの場合は2合で、10合炊きの場合は4合まで。
はい、あの同時にできる、同時にできます。じゃあ独身の方なんか帰ってすぐご飯作るとき、ね、はい、2合のご飯に2合で両方作れる時短という意味では非常に、はい、で今この、買うとこのレシピブックっていうのが、はい、ついてます、中に入ってますので、はい、まあ、あの実際こういういろんな、まあ、ちょっとアジア系のものを集めてるんですけど、はい、こういうメニューを参考にしていただければシンクロもそんなに難しくなくて料理ができると思います、はい、今非常に日本ではちょっと人気が出てきてまして、はい、はい、この JKTS、まあ、一番、ハイエンドの、炊飯器なんですが、IH で130度の、高熱でご飯を炊きますので、ご飯がふっくらと、ご飯が立った形になりますので、そういう、まあ、ショートグレインでご飯をうまく食べたい人にはまず最適です。プラスアルファで、マルチクッカーとして、まあ、スロークックとかですね、パンを作りたいとかオートミールを食べたいとかいろんなことをしたい人には非常に最適な炊飯器だと思われます。